はい、どうも、ゼロ元と申しまーす。今日もね、ルイージマンション3、続きをやっていきたいと思いますよ。で、前回ね、このエレベーターのボタンを、6階かな ?6 階ですね。これを取り返したんで、じゃあ早速6階行きますか?そうだね、6階でいいかな。あと、8、9。あと10個もあるのか。パート10はいけますな。次、6階ですね。キャッスルフロア。キャッスルフロア?お城?キャッスルフロアとは?一体。もうガンガン戦闘していくような感じの方がいいな。うん。あんま謎解きが多すぎると、ちょっと動画の時間が無駄に長くなっちゃうからな。さあ、やっていきます。おお、剣だ!かっこいい。一個一個あれも作ってんだ。コストかかるね。で、そしてこの表情ですよ。新しいところ。うわお!それは怖いね。それ、今の下手してたら死んでたで、ルイージ君。さあ、キャッスルフロア。おお、すごいね。おお。お。シュポン。もう探索とかね、そのやり込み、宝石とかのね、やり込み要素的なのはね、ちょっと、まあ、クリア後かな。クリア後というか、クリア前とか、まあ、そのあたりで、どっちにしたって最後の方が、わあ、お前なんでこんなとこにいるんだ。あ、こいつがいたずらしてたのか、さっき。宝石とかの探索はね、どっちにしたって最後の方になんかまとめてやろうかなと思ってます。はい、まあ、とりあえずクリアすることをね、まあちょっと、うん、優先的にやっていこうかなと思います。他のゲームがね、ちょっとね、やる予定なものもたくさんあるんで、ちょっとまずはね、クリアを本当はやり込みたいんだけどね、ゲームは。すげえな、ここ。ライオンのマークとかあるやん。ほい。お、なんか、BGM が。お?あ、グー維持か。はい。で、あれの弾みたいなの引っ張りゃいいのかな?ほい。ほい。あ、やっぱりね。だろうなと思ったわ。で、これで切り替える。はい。こっちの方にはなんか、あ、なんかここ。ここ、グーイージーならいけるんちゃうの?ここの、宝箱が。これ、二人同時プレイとかだったらいいんやろうけどな、いろいろと。イエーイ。いいですね。オッケー。じゃあ、奥に行きましょうかな。おお、なんだここ、すげえな。なんか殺せよ的なものあるんかな。ここつけれるんじゃん、これ。あ、つけれる、やっぱり。おい、はい。おい、こっちも。おい、よいしょ。次に全部壊しとくか。おい、よし。おい、おいよ。おい、あ、ネズミちゃん、はい、よっと。いや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 、あ、いけない。いけんのか。あ、別に奥に行けるわけじゃないのね。あ、こっちはある。お、ネズミちゃん、ネズミちゃん。はい、はい。オッケー。金塊、うほー。うほー。これはいいですね。こっちは?ない。はい。お邪魔します。あ、本当に殺すよじゃん。おお、コロシアム的なあれだね。スイカ、スイカ、スイカ、ほい。お、お金がすげえ落ちてる。さあさあさあ、なちょこちょこなんか果物屋あるけど、なんなんやろ、そういうとこなのかな。うーん、下に降りる感じか?あ、おお、
おう。あ、誰？王様かな？あ、ボタン持ってやがる。お、かかってこいと。いい度胸してるな。あ、ああ、あ、開いてなかったの今。なるほど。いいやん。おうおう、いきなりいる。パーン。うわあ。ほら。はい。ほら。ほら、こっち来い。お前も。はい。オッケー。俺がナンバーワンや。こういう戦うだけのフロアとか分かりやすくていいわ、ほんと。よしよしよし。もうルディ君武器も取らないで。あ、ここなんか見たことあるぞ。 PV だったか紹介映像だったか忘れたけど、ほい。ルイージマンション1とかだったらあのエレメントとかあったけど、今回はないのかな、そういう要素は。2もなかったのかな、分かんないけど。ほい。はい、ああ抜けた、うん、おお、ここね。これなんか CM とかでもこういう風にしなかったっけ。よいしょ。あ、お金、金銀パールプレゼント。あ、あいつのなんか絵じゃないけど飾ってある。よっしゃ。さあ、おーっと、またここもか。ちょ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 、おい。これで引いて、これで変わる。よし、行きましょう。おっと、ここもなんか見たことある。わお、うい。あ、これあれでしょ、確か。いた。おい、確かあれね、盾とかでガードしてくるから、吸盤でまず吸い込めばよかったから。ちょっと、うわ、まだお前だ。まだお前や。ほら。おいし、おいしょ、ナイスショ。オッケー、バッシャー、バシャシャシャバ。あ、おびしょ。よし。うわ。はい、あいや、あいや、あいや、はい、お前、お前も、お前、お前も、お前、お前、ちょっと来い、こっちか、おいら、口が悪くなるな。あ、いえ、ここ、吸盤つけれんちゃうの、ほら。おい、おお、ネズミさん、ネズミランドや。ここは、おい、逆だるみたいなあれやけど。あ、鍵だ。こっち来い。よし。ハート欲しい。あ、しまった。ほい。ほい。お、リンゴ。リンゴか？トマトか？トマトか？トマトだな、これ。お、トマトからハートが。これ結構何回か言ってるかもしれないですけどね。俺トマト嫌いなんですよ。ケチャップとかは好きなんだけどね。トマトを使った料理は好きなんだけど、トマトは嫌いなんだよね。お、お、これはなんだ、これ壊せれるのかな。割とそういう人多いっぽいですね。トマトは嫌いだけどケチャップとか好きっていう人。あ、上に、あ、剣型の宝石か、ここ。これどうするんだろう。これは、これつかないやつやな。バーストでもダメ。いや、ちょっとこれはほっときましょう、ちょっと。お、ガタリンコ。おう。お、
お、これ抜ける。ふい。よし。ほい。まあ、これもまたこれやな。よいしょ。はい。あ、え？パターンが違うぞ。はい。あ、痛い！そんなバカな。じゃあこれか？はい。あ、おお。はい。もうどれが正解か、もうこれ完全に運では。ういえいや、ういえい。あっちに行かなきゃいかんのか。なんだこの後ろの恐竜のあれは。おっ、え、あ、そういうことか。これに火つけて、あ、すぐ消えるのか。あ、ついた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 けど、あ、これか、これか、あ、こうだね。おお、もうこれでもこのホテル燃やそうぜ。あ、燃やしちゃダメだ、マリオたちがいるんだった。そうか、そういうことになるのか。そうだよね。おい、ほら、あら、あ、そういうことか。こういう感じで今回は先に進むのね。なるほど。オッケー、これでいけますな。おお、結構あそこまで行くのにどんだけ遠回りさせるんだこれ。お、あ、なんかある。何かありますよ。お、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 なんか出てきた。で、これ動かすのかな。おお、お、開いた。お邪魔します。あ、動かん。あ、これあれか、ルイージで取るのか。はいはい。白鵬。はい。これは危な、これは危ない、見にくい。おい、水冷たい。それはあれだな。あ、ここあかんやつや。ほう、これもここも結構なんかいろいろ謎解きが結局あるタイプやな。あるタイプ。あ、ここにもあるやん。これか。おお、あ、宝石はいいんだけど。よっしゃ、まあ、宝石はいいんだけどどっかに鍵があるはずなんだ。ここの先すげえ怪しいんだけどな。あ、なんかある。あー、なかった。あ、こういうパターンでも出てくるのね。なるほど。 OK。 あー、いかない。ちょっとここはルイージ君でいかない。よし、そういうことか。はい。お、わーほほ、ちゃんと帽子返してくれた。これ売ってくるやろ。これ絶対売ってくるやつやろ。お、お、これ絶対売ってくるでしょこれ。ほら、危な。よし、これで、ほら、イエーイ、イエーイ。下になんかある。あ、こっちでいいのか。なるほど。ん？こっちでいいの？ほんと？いや、そういうわけじゃないね。だから、この先はどっちにかくグー維持は来れないってことか。お、あ、鍵。あ、これです。あの先行ける。
オッケー、そういうことね。結局謎解きあるんやな。まあそんな難しくはないんだけど、まあどうしても時間取られるんだよな。ほんとゼルダの時も思ったけど、やっぱなんかあ、なんだ、えっ、おお、なんじゃ、いって、うらっ、危ない危ない危ない、よし、あ、いた、うらっ、よっしゃ、ふう、危ない危ない、これでカタリンコで、え、これでもだいぶ下の方に来てない？さっきのコッセオと、え、うっ、コロッセオの場所と若干違う気がするけど、あ、ダメだ、牢屋ですか、ここ、あれかな、戦わせる戦士みたいなものをここに、あーで、まあ閉じ込めてたとか、そういうことかな。あ、グーイジ君なら別に開けなくてもいいんだけど、あ、結局あれ取り行かないといけないから、これグーイジ君いるでしょ、ほら、引け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 、はい、おっしゃ、オッケー、あ、イエー、あ、あ、ちょっと、あ、うっそ、いや、何してんの、うわ、これやべ、これ先に倒した方がいいか、あ、そういうことか、急がねえとルイージ君が潰されるやべ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 、急げ急げ、来てる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 、はい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 、よしよしよし、あぶねえ、もうちょっと真ん中で待機させてよかった。グイジ君サンキュー、これグイジいなかったら積んでるで、ルイジ君、いやマジでいやもう積んでる場所いっぱいあったか、もう、うわー、なんすか、なんじゃこれ、なんかすごい見られてる、これ、あ、これか、これか、あ、これまたグイジ君かな、そうだね、よいしょ、これ2人プレイとかでやったら楽そうだな、切り替えなくていいもんね、お、あ、あー、これつまりあれか、まず向こうに行かせといてみたいな感じなことをしないとわかんのか、あ、ちょっと待てよ、そういうことか、ちょっとこれ手順を、これでこっちに回したらこうなるから、もう一回か、うん、で、これでもう一回戻す、うえーい、そういうことだな、あのミラ、お、えー、これ、いや、まあ多分通れなくはないんだけど、うえー、あれ通れなくはないんだけど、なんか安全に行ける方法はないのかな、あ、なんか下にあるや、なんか、よいしょ、これは安全に行ける方法ないかもな、タイミングよく自分で見て行くしかないかな、
やべえな、ちょっと待って、ここ完全にルイージ君を殺しにかかってるね。すごいな。よし、命がけやな。見にくい。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。あの見てるの何本当に。気にしなくていいのかな。めっちゃ怖いんやけど。お、またですか。あ、これあれだな、多分これ引っ張って、お、お、あ、でもあれか、これ途中までしか行かんやつやな。ああ、そういうことか。これで、あ、ちゃ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 、おーい、グイジ君でここまで引っ張ってもらって、こっち側にもあんのか。あ、あら、こっち大ないぞ。あ、ないない。これどうしよう、これ止める方法、止める方法、止める方法。あ、これもしかしてさ、あー、やっぱりね、そういうこっちゃ、そういうこっちゃよ。よし、そういうこっちゃ。あれ引っ張るとトマトが出てくるのか。こっちなんかあんの、あ、ないのか。ん、ないの本当に。とりあえずルイージ君こっちまで、うい、いけ、これこれ、よし、かん、ウェーイ、取れた。わーい、なんですか急に。はい、うれ、おい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 、スポスポン、オーケー。こってなんかありそうなんだけどな、ないのかな結局。うーん、じゃあ行きましょう。おい、お、ようやく殺すような、あ、うー、うー、これ見にくくない。え、これどうなってんの、どことどこ。よしよしよし、 OKOK、 もう少しでやっとあそこ行けるかな。すげえ遠回りしたね。ルイージ君ならあそこからジャンプしてもいけそうだけどね。ここ隠しやん。なんかある。おい。おい。あ。ここなんか、扉もなんかあるんやけどな。おお、やっぱあった。おい。これを吸い込んだら、よし。OK だね。あ、やっぱ、右の方。さっきのところかな、これ。金庫部屋を見つけた。あ、これなんか実績みたいなの解除した。おお、緑、金色の宝石、すごいね。じゃあ各フロアにもこういうのあるんやな。これちょっとクリア後とかに探索したいね。多分こういうな、宝石とか全部集めないとなんか真のエンディングとかいけなさそう。まあだから最初は普通にクリアして、で、その後に真のエンディングを撮るような感じしようかな。普通のエンディングとかもと、あの、見てみたいしね、普通に。さあ、来ましたよ。やってきましたよ、やっと。お、ボスかな？お。お。怒ってる。なんで？お前が誘ってきたんやろ。なんで怒ってんねん。え、後ろ。紙では段ボールや。うわ、かっこいい、このお化け。これお化けの名前とか最初出てほしいね。なんか光ってた。おお、うわ、これどうすんだろう。まずあの盾が邪魔やな。効かん。多分あの盾とかひっぺがすんだと思うんだけど。いてー、お、湧いてる。
湧いてますね、湧いてますね。おお、うわ、ちょっとこれ難しいな。どうすればいいんだろう。違うな、これなんか、おー、ぶね、びっくりした。あの弓矢なんかすんのかな。これどうやったら戦えばいいんやろ。単純に吸盤ひっつけてっていう感じでもないのか。お、効かん。やっぱあれやな、あの盾がダマやな。ダメか。うん、うーん、これ強いな。あ、やばい。あ、ちょっとお化けが助けてくれる。こういう感じなんや。ほら行けって。お化けちゃん、骨なくても助けてよ。うわ、これどうすりゃいいんだろう。でもはっ、いけた。なんかよくわかんないけど、え、どういうこと。まあいけたのはいいんだけど、え、ちょっと待って、どうやった今俺。攻撃してきてるときにか。やべえな、すげえむずい、ほんと、こいつ。うわ、矢が。うわわわわわ。攻撃。あ、ここか。そうか、あいつ攻撃で突進してきてるとき、鎧から顔出してんのか。そういうことか。それ難しいな。な、ハリボテがどんどん剥がれてって速くなってる。うわうわうわ、やが、やーねー、やーねー、やー関係なかったのかってことは。じゃあ攻撃してるのを真正面から向かう撃たないといかんのか。それ大変やな。はい、こういうことや。はい、あー、ブー、いえ、よっしゃ。あいや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 、あいやいや、あいで、今度この盾を引っぺがさないといけないんだけど。あ、ここか。あら、そういうことや。うわー、そういうことや。はい、はい、よいしょ。クソ、な、強えなこいつ。こうかわして、こうなったところ、こうだ。お名前頂戴しろー。お、お、粘る。あ、無理か。あ、わしの剣って。ブーン、オッケー。いや、時間かかったな今回。あ、帰った。あ、でもちゃんと祝福はしてくれるんだね。いやー、今回時間かかった。7回か？え？いや、1回は行ってるもんな。7回か。ああ。今回は時間かかったぞ。多分さすがにボス戦初めてかもしんないけど、カット入れてる可能性があるな。いやー、全然倒し方分かんなかったな。お、ほい、ほい、勝利 BGM が流れてらっしゃる。お、あ、こんなところに、え、なんか雑に置いてあったな。よっしゃ、まあとりあえず勝ちは勝ちだ。 OK、 あー、よかった、帰りまーす、お疲れさっしゃー。オッケー。
ポチッとな。ほいほいほい。7階かな。おお、はや。ははは。おい。たまにはルイージ君自分でつけたいよね。7階。おいえ。おいえ。行けました。よかった。ここなんだろう。地下2階があるのか。そういうことか。グリーンフロア。あ、これあれだね。よいこさんの番組でやってたやつじゃないかな。あ、もうやべ、若干ネタバレしてるな、俺の中で。いやー、もうちょっと見ちゃったんだよな。もうしょうがないね、でも。はい、まあそんなわけで今回はね、これで終わりたいと思います。はい、次回はね、このグリーンフロアからやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。